ケカチ三山は、富山県魚津市と黒部市の間にある山岳群である。飛騨山脈立山連峰の北に連なり、ケカチ山、鎌谷山、猫股山で構成。この三山は、片海川の源流でもある。登山道については口述。高山植物や、ハイマツなどの植物も多い。山麓の設計の近くには、多くの山菜が自生している。 中部山岳国立公園の北端にあたる山々で、ケカチ山山の一つである釜屋山は、魚津市の最高峰となっている。ケカチ山と猫又山は登山道が整備されているが、国土地理院地図には登山道が記載されていない。なお、釜屋山は登山道がない。ケカチ山山では、雷鳥の生息が確認されており、立山連峰の雷鳥生息地では北端にあたる。 ケカチ三山,山を代表する標高2415メートルの山で日本200名山に選定されている。古くは滝層が竹、ケカチ山といったという。ケカチダニから来た名前で夏に水不足になると融雪を促すため人々が桑でケカチダニなどの設計を崩したと伝えられ、ケカチダニの名は水不足による強作すなわち気活がケカチに 転化したという説がある。ケカチ国とは、年中雪の消えない谷のことで、長野県北部の小谷村や新潟県に宿引あたりの方言だといい。戦国末期、越後中雨戸が移り住んだからだという説もある。片海では山をつけず、ケカチと呼ぶ人が多い。地元の人々の発音では、キカツと聞き取れる。この地方の言葉で、カツとは、切るとか、 打つといった意味がある。この山の標高線4 0 0から1500メートル地点に、ある万年雪は海から20キロメートル地点に存在するのは国内で唯一であり、世界でも珍しいとされている。この万年雪は夏まで残る。けかち散々で最も標高が高い。標高に四4 1 5メートル。魚津市の最高峰でもある。富山県産名録によれば、 米を、バーソーが、竹と言ったが、田辺茂春らが釜屋から倒範した際に命名した。この、釜は、谷に見られる、ポットホールのことであるという。標高2378メートル。片海川の実質的な源流の山である。新川の昔話によれば、昔、猫股が、黒部の山の中に追われ逃げてきて、この山に住み着き、 たくさんの猫が集まって、鳴き声が聞こえるなどの会議があったのが由来という。また、俗日本の地名によれば、単なる伝承ではなく、実在の大猫がいて、人をしばしば襲うことがあったからとしている。これは、黒部川の方に山を降りると、別の猫股の地名と猫股谷があることと呼応する。山のふもと、南股には、ラス杉と呼ばれる、縦山杉の大木群が見られる。 2000年の環境省の調査によれば、三木回り全国第3位のものがある。ケカチ山マは、近年、無積雪期でも登れるように西北梅からのコースが、やぶがりされているが、正式の登山道としては、認知されていない。従来は、片海東また発電所近くから安倍北にへ入り、ケカチ谷を残雪期のみしか登ることができないと、されてきた。途中に山小屋もなく工程は長い。 標高差も1700メートルあるため、入山はトレーニングを積んだ上級者に限られる。猫股山へは、馬場島から、ブナクラ谷を遡り、ブナクラ峠から尾根を急登すると残道がある。猫股山から鎌や山へ重走すると残道はない。ありがとうございます。